G5600 操作説明をいたします。まず扉を開けます。下段バスケットには大きいものを、上段バスケット、お箸やスプーン、フォークなどのカトラリーはカトラリートレイに入れます。木製のものは変色する場合がございます。銀食器は入れないでください。黄色いピンやハンドルは動かすことができます。洗剤はこちらに入れます。リンス剤を使うとよりきれいに仕上がります。電源を入れます。プログラムを選択します。追加機能を選びます。スタートボタンを押します。以上です。 G5910 操作説明をいたします。まず電源を入れます。プログラムを選択します。追加機能を選択します。OK ボタンを押します。スタートボタンを押します。以上です。ミーレ G5670 オールドアタイプの操作説明をいたします。まず扉を開けます。電源を入れます。プログラムを選択します。追加機能を選択します。扉を閉めます。お手入れ方法をご説明いたします。奥にレバーを回しフィルターを取り出します。内側を掃除します。使用頻度によりますが週2、3回がおすすめです。戻したフィルターは必ずロックしてください。庫内のお手入れは75度のプログラムでご使用ください。月1回がおすすめです。Mille immer besser.